さあ競馬 V の競馬予想チャンネルが始まります皆さん心して見ていてくれよな競馬無料輸送情報サイトノーリミットあなたは知ってますか失敗しない競馬投資の選択をということでねこれ簡単にねあの登録メールアドレスできるんでめちゃめちゃ結構あの当たってるみたいなんでしかもね無料でできるんでねいろんな情報、えー、簡単に見て えー、見れると思うんでね、もしよかったら、えー、無料登録だけしてもらって、えー、ログインしてもらって毎週楽しい競馬を、えー、過ごしてほしいなと思ってるんでこのサイトをおすすめします皆さんもしよかったら説明欄概要欄の方に、えー、URL 貼っておくのでダウンロードの方よろしくお願いしますありがとうございますはい皆様私です競馬 V でございますさあ今年最終体制 あの G1 まだホープフルあるんですけども有馬記念の予想の方に行きたいと思うんですけどもいやー今年1年も早かったですねなんかねでもなんかコロナがねまだね収束されてないのでなんかねもやもやっとしたまた1年にうんなったんですけどもまあコロナになられた方なってないまあ僕もなってないんですけどう まあ、絶対にならん方がいいとは思うんですけどね。まあ、なってしまうのも仕方ないんで、これからも皆さん、あの、まだまだ、あの、第8波、第9波と、広がっていってますんで、気をつけていってください。はい。もう、有馬記念、最終ですよ、これ。まあ、ホープフルもあるんやけど、東京大賞典もあるんやけども、ね。これ、どうするもう、有馬記念。すごいメンバーじゃないなんか、16動立てやけども、うん。 なんか人気が、3歳勢が目立ってるね、なんかね。これ、俺さ、思ったんだけど、イクイノックスは、まあ、買わないんですよね、これ、一番人気っていうのは。えーひねく、ひねくれてるんで、一覧の人気、えー、買わないでおこうと思ってるんですけども、これ、俺が今思ってるのはね、ボルドグフーシュ。この3歳のスクリーンヒーローンクのこれ、ボルドと、 ボルドちゃんと、で、この5歳のベラアズル、ジャパンカップ勝った馬ですよね。うん。これ、エイシンフラッシやん。これ強そうやな、ほんまな。で、ね、これ、松山浩平でしょ。ほんで、エフフォーリア、横山武志。これ、なんか、あの、新聞とかの情報とか、横山武志の、なんか、追い切り状況とかう聞いたら、あ、もうまだ、完璧じゃないって言うと、らしいんですけど、だから狙ってみたくなるよね。ね。 逆に、あえてね。うん、走ってもおかしないよ、これ。去年の有馬記念も強かったし、これ。うん、秋でも強かったしよ、これね。そう。ほんで、このジャスティン・パレスも怖いのよね。儀化章3着。この馬を、なんか、勝ちきら、勝ちきるイメージはないんやけども、なんかずーっと2着、3着でずーっとあの生涯終えそうな馬。うん、なんかポーンと穴開けそうな馬やしね。そうそう。 で、俺が絶対いいかなと思う、タイトルホルダーね。普通に行けばもうタイトルホルダーちゃうかなと、うん、思ったんやけどね、タイトルホルダー。うん、どうなやろ。天皇賞る宝塚は強かったけども、外星も、うん、プリンプリンでしたね。うん。ほんで、えー、大外狙ってみたいディープボンドがいますよね。これもね、狙っとかなあかんのよ。ということでね、俺が今思ってるのは、この3番、ボルドグフーシュと、3番と、で、6番。 えー、ベラ・アズールで7番のエフフォーリアで10番ジャスティン・パレスで13番タイトルホルダーで16番ディープ・ボンド多すぎるよね <laughs> 多すぎるよねこれやけどもうそっから絞ってやっぱボルドクフ、えーシュ3歳、えー、これは美味しいからこれを狙っとくんでしかも福永騎手も引退なんでねここはなんかうん買っとかなあかん気するんだよね んー、F40 はちょっと外そうか、今回。外そうか。ね、ごめんやけど、外そう。で、ベラア,ルアズール、これは買わらなあかやろ。これはな。これは買わらなあか枠的にもいいし。だから3番、6番と、うーん、13番のタイトルホルダー絶対買っとかなあかんが、タイトルホルダーと、うーんー、ジャスティン・パレスな美味しいよな、これ。やっぱジャスティン・パレスでしょ。そうしよう。 うんえー、3番、えー、ボルドグフ、えーシュ6番ベラアズールで10番ジャスティン・パレスで13番のタイトルホルダーの4等ボックスの、えー、生まれんワイドそして、えー、3連服でいこうかなと、えー、思っておりますあこれでどうなるかねうん分からへんけどもまあ今年最後ということでねとりあえずえー たいなと思ってますんでもしよかったら、えー、ご参考にしてくださいわからへんけどね何を参考してるかわからへんけどもうんまあ当てる気盤まで俺は言ってるんでうん、いつでも当てる気満々ですはいということで、えー、チャンネル登録コメント高評価の方よろしくお願いしますそして、えー、競馬予想情報無料予想サイトの方、えー、説明欄概要欄の方に 貼っておりますんでお得な無料情報ですんで一度ね乗っかってみるのもありかなと思ってますんでえー、掲載しておきますではまたえーこの土日いい競馬ライフを過ごせるように皆さん頑張っていきましょう競馬っでしたはい皆さんここでね親指予想競馬っていうね 親指1つで無料予想情報をゲットできると、ね、こう簡単に、ね、無料予想情報サイトを登録できますのでほんま、ね、これ結構当たっているみたいなので親指1つで、えー、当てれたら、えー、嬉しくない、もしよかったらこの競馬情報予想サイトの方親指競馬の方もしししよよかったら登録1つよろしくお願いします無料だけでも見ていってみてねー。